ブルグミュラー、うん、俺あれよ、若くて美人で優しくて性格が良くて足が長くて細くてウエストが細くてパイロットカーデーの女はピアノ講師にブルグミュラーを真面目にちゃんときちんと習えてる、うん、習ってみていい、買ってきたわこれ。これぐらいなんか引っ掛けてるな。波形のドニフル、これって結構難しいんだよね。だけど人間の指って1番から5番まで全部長さも違うし、役割分担も違うし、形も形状からなんか性能も違うよね。要するに弱いのは4番とか3番とか5番なわけで、そこでいう均一な、なんて言うんだ、タッチと音量でっていう、よく教え込もうとする先生いるけど、そういうピアノ講師に当たったらお子さんならび中年親父は、まあ、スケールとアルペジオのエキスパート目指して頑張ればいいわ。ペダルいらねえわ。足が長くて細くて、ウエストが細くて、パイオツカーデーな女はピアノ講師に習うのが俺の夢だよね、やっぱり。でも、山入ってもね、もうあれよ、うまい棒持って行っても、缶コーヒー持って行っても、何持って行ってもなんか追い返されるぞ、俺。要するに、そっけ、人間的に問題があるのけ、そっけ。そっちはいいや。いや、これ、買ってきたんだよ、ブルグミュラー25の練習曲、本体700円プラスって770円、ヤマハのポイントカードもピアノでも買わんかったらポイントなんかたまらんって、普段持ってなくていいもんだ、うん、てこれあれアラベスクなぜやったかって姉が昔やってて記憶にあったんだよ、ね、インプロビゼーションモードでやったらどうなるんだ、気付けぞ、thank you.
とここ13、14、15、16、はい、はい、ここで演奏を止めて先生が見本見せますからって、子供が気持ちよく弾いてるのによ。して見本弾くんだけど、子供より微妙っていうか嫌なのいたね。井上直之ってあれデッキだったの、 NHK のピアノ教室でさ、あの宮沢猫だっけ、あの人上手だったな、教え方。でもなんか例えばはい、そこで先生が演奏見本見せますから演奏止めてて、子供が気持ちよく弾いてて視聴者も気持ちよく見てるのに、なんか演奏止めちゃうんだわ、最後まで弾かせるアホっていうのがいた。で問題はここさ、ディミニエンドの「えポコポコ」ってつくとやばいよね。で「ラレン」なんだ、緩やかにだから、これ中年親父が演奏会で夜の営みみたいなものをうっかり表現しちゃうと恥ずかしい。俺はやらないけどね。そうさ、だから、ここはさ、どうだ。ちょっとだけやって、こっち行ったらまずいぞ。中年親父、ここに気をつけるのが事例があるこの作品は。以上。